説明に分けられない戦いがそこにもあります。江戸川陸上に集いし城赤の勇者たちを、都民の誇り、そしてホームタウン江戸川区の誇りをかけて今熱いバトルが始まります。いざここに江戸川クラシコ開戦です。2019関東サッカーリーグ後期第2節、東京リッパー FC 対ブリオベイカー浦安、審判団両チーム選手の誘導です。さあ皆さん、お待たせいたしました。両チームが今ピッチに入ってきましたね。さんもうマイク10は初スタートしてる。はい、ありがとうございました。皆さんマイク10の方もうね、僕のトーニーご覧になってましたって感じですよね。ブラジルも、細かい、所有を終えて今実況席に戻ってきました。まあなんて人使いの荒いクラブなんだろうというかさあ両チームが今ね、ピッチに上がってきましたね。それでは本日江戸川区長大河お二人様にお越しいただきました。これよりキックインセレモニーを行いたいと思います。真ん中にご注目ください。よろしくお願いします。上が誰の？さあキックインセレモニー、おお。ありがとうございました。素晴らしいキックありがとうございました。さあ色がクラシコ東京 23FC 対、ブリオベッコ浦安、キックインセレモニーは江戸川区長斉藤武史、区長に、やっていただきましたね。今日は区長あの23の、ね、ユニフォームを着て、で背広をその上に着てですね、あの先ほどお客様の前に脱いで披露するというね、なかなかシャレオツな、入場してくださいましたね。両チーム今ベンチ前で集合写真を撮るところです。よいしょ。さあ遅くなりましたが、タイトルコールやりましょうね。オッチーさんから、ラジオ大丈夫、マイク10も完璧ですということで、チェック、放送チェックありがとうございます。配信チェックは、ありがとうございました。オッチーさん、さあタイトルコールです。東京23マジで TV and Radio。 本日のコールパーソンおよび参加隊は You're watching マジで TV by Mike Shube. Hello to you all from Japan, Tokyo. This is broadcast 23 東京 23FC 東京23キッズスクール2年生と2019年7月20日、土曜日のエドリクですね。ふるさと東京と地元フットボールアイスの皆さん、こんにちは。そしてふるさと浦安と地元フットボールを愛する皆さんもこんにちは。東京23の実況隊がお送りする東京23マジで TV のレディオの時間がやってまいりました。23サポーター自らカメラとマイクを握り、試合会場から直接ライブで東京23の熱戦をサポーター視点でお届けいたします。本日はこちら東京都江戸川区陸上競技場からお送りいたします。さあスタッフ紹介をいたしましょう。おなじみビデオカメラのオペレート、撮影、ネット配信、ライブ選手はこの人、原小枝さんです。イエーイ、この人です。手振ってます。そして実況 MC とツイキャスラジオのオペレートはブラジル36が担当します。よろしくお願いします。私です。さあ今日は、実況隙間トークのテーマなんだろうね。もうストレートに江戸川クラシコですね。江戸川クラシコ、この試合、東京 23FC と、ね、あのブリオベッカ浦安というのはですね、川を挟んで向こうとこちら、もう至近距離の至近距離、超近いんですよ。この両チームがですね、まあ、若いなりにも歴史がありましてね、この両チームの対決はいつも非常にいいゲーム、好ゲームになります。いつからかそれを江戸川クラシコと皆さん呼ぶようになってね、地元の人がこう心待ちするような、対戦カードになりました。今日はその江戸川クラシコです、ぜひ皆さんお楽しみください。Okay, I will introduce you members of broadcasting team, camera and broadcasting engineer, Mr. Paraguel.
Regular commentary for this program is me, Mr. Brazil. And of course, VIP who watches this program is you. Let's enjoy today's game together. This program is brought to you by Tokyo 23 Kakemijik Tokyo.本日お届けするライブ中継は関東リーグ後期第2節ウエスタンスポンサードマッチ東京 23FC 対ブルーレッド浦安の試合です。キックオフは17時30分予定しております。もうすぐ始まりますね。お天気情報、本日の天候は曇り、気温は約28度から29度で相当蒸し暑いです。風はややあり、ピッチは天然芝、コンディションは上々です。さあ間もなくスタートとなります。レフリーが今時計を待ってます。さあ前半の45分がスタートしました。白のユニフォームは東京 23FC、 そして青のユニフォームがブルーベッカ浦安です。さあ実況隊のカメラはね、メインスタンドの最上段ハーフウェイラインから、約アウェイ側に向かうの5メートルほどセンターオフしたあたりに構えております。ボールの蹴り音、選手たちのぶつかり合う音、ピッチを行き交う音、スタンドの歓声や臨場感をぜひお楽しみください。そして今日はね、あの音声の方もステレオで、あの収録しておりますので、ヘッドホンをねお持ちの方はね、ヘッドホンで聞くとより臨場感が増すと思いますね。ぜひ実況会の動画をお楽しみいただければと思います。 We are watching Japanese non-league football match 5th division, the regional league called Kanto Soccer League, and today's match is gonna be the 10th match in 2019 Tokyo 23FC with white against Urayasu with blue. It must be exciting match. さあ現在無料ベッカは23の最終ラインの後ろにボールを置いて陣地を上げようとしているというところですね。コーナーキックとなりました。ブリオベッカ浦安です。さあまず最初に、ブリオベッカチャンスの時間ですね。さあブリオベッカは18番の選手がコーナーキックのポジションに行きます。村田翔選手です。さあソックスはしっかりと上げてですね、ふくらはぎの調整を試してからコーナーキックは強めです。ペナルティーエリアの外の方から中に入ってくる。ニアサイド真ん中、おお、23は望月達也がヘディングでクリアしました。ゴールラインもありまして、もう一回ブリオベッカ浦安のコーナーキックです。主審が一旦ゲームを止めています。ポジションの取り合いで一言二言注意を与えています。さあブリオベッカがコーナーキック前半の3分、タイミングをずらしてファーサイド曲がるボール、オーフリーで中に折り返した。その前にファウルがありましたね。さあピンチの波がスーッと、引いていくような感じでしょうかね。東京 23FC のゴールキックからとなります。東京23、マジで TV& レイディオは、今日で6年目166回目の配信ですね。勝手に実況隊のオリジナル番組です。動画はマイク10、そして、音声はツイキャスのラジオモードでね、皆様のところにお届けしております。番組 URL は東京 23FC 勝手に、東京23勝手に実況隊 Twitter アットマーク TOKYO23TV にツイートされておりますので、皆さんぜひそちらからたどり着いてください。23、小泉龍選手、まだスタメンも紹介してない、皆さんぜひ実況隊に、コネクトして23空間にシンクロせよ。
これがやりたかっただけなんですけどね。すいませんね。さあ試合の中継をしようか。まもなく前半の4分になるところですね。さあブリオベーカーが最終ライン、パスコース探しながら一旦そのまま横にね、スライドしていくような感じでしたね。さあ向こうサイドタッチラインギリギリから、23の陣地に入ってアーリークロス、おシュートコースを消すか、おー素晴らしいシュートチャンス、シュートチャレンジをしましたね。ブリオベッカ浦安バウルさんのところで一旦ねちょっと一人足りなくなった状態でうまく右のスペースを使いましたね。10番、畑野選手ですね。富岡高校から東京武蔵野シティ、そしてブリオベッカ。さあ東京23 FC のスターティングレベルをご紹介しましょう。ゆっくりとね、まずゴールキーパー、今ゴールキックを蹴りました背番号99番、ショーラーマテウス選手ですね。そして最終ラインは3枚で守りますね。基本3バック、センターバックの真ん中が土屋幸雄背番号17、右が背番号4一ノ井隆人、左がディフェンダー背番号2佐藤拓磨です。そして両ウィングバック、ちょうど今ボールが近寄っているそうですね。今行きました背番号53番柴田隼人が右ウィングバック。なかなかいいチャンスを作るブリオベッカ。そして左ウィングバックが背番号25原智弘です。まあ、ウィングバックっていうのはね、まあ、どういうポジションかというと普通まあ4バックが、まあ、サッカーの場合一般的なんですけど、23の場合はセンターバックが3人並びまして3バックで、その両翼にですねウィングバックと言われる選手が2人並びまして、上がったり下がったりして守備的になるときは5バックになったりすることがあります。で両翼は強く攻めてるときは2人とも上がって、逆に下がって4バックの形を取ったりとかね、すごい柔軟な相手に合わせていろんなこう、オプションが出せる守備の仕方ですね。なかなかこれを使いこなすのは難しくて、本当に今年もシーズンの最初は随分苦労しましたけど、ここのところ少し落ち着いてきたかなと思います。さあそして、3バック両ウィングバックの真ん中にですね、いわゆるボランチと呼ばれている守備的なミッドフィールダー中盤の選手、ちょっと少し下がり目でですね、守備から攻撃の起点を作ったり攻撃の厚みをつけたりする選手が背番号35の瀬川泰治選手、ちょうど今背中を向けています。センターサークルの土屋幸男、そして35番瀬川泰治の今ちょうどボールに攻めていた選手ですね、背番号7番望月達也が、左側の、ボランチの位置にいます。望月達也選手はオフサイドはない、左手の、ね、ところに甲にこうサポーターを巻いてるんで、ね、それでこうなんか映像をご覧の方も、ね、見分けやすいかもしれませんね。この望月達也選手が非常に効いてましてね、この35番と7番の中盤のミッドフィールダー守備的な選手ボランチの選手のこうなんていうのかな、こうハーモニーをぜひ、ね、皆さん楽しんでいただければなと思います。特に、ね、その7番望月選手ね、縦にこうずっと糸を引くような、ね、スルーパスがで1試合に大体 2,3 本出るんですけど、まあ、それが非常にエロい非常にセクシーな、ね、エロいパスを出しますので、それは、ね、楽しみにしてください。そして、さらに前の攻撃の選手ですね、ワントップは黄色のスパイク飯島秀則です。もう23の得点を勝つ今リーグも、ね、得点上位にランキングしています。黄色のスパイクで非常に中心でキャプテンマークを 左の、ね、腕に巻いてますので分かりやすいかと思います。でその下あたりにシャドウっていうのかな、センターフォワードフォワードの選手を補佐するような時、あるいは開いてウイングの、ね、ような動きをするのが8番、今ちょうどボールの勝ち点に近づく、これですね、8番渡辺隆人、ペナルティーエリアのスライディングタックルでいった渡辺隆人選手、そして、その逆サイドにいるちょうどボールいかなかったけど13番の選手ですね、小泉龍斗選手、この2人が、最後に相手のこうとどめを刺すようなプレーをします。前のこの3人はね、飯島と渡辺隆人、小泉龍斗の相手を崩すハーモニー、そしてその後ろにいる、ボランチのね2人の選手、両ウィングバックのこうそれがどういうふうに絡むかっていうのを見るのが
まあ、今日の見どころかなと思いますね。それからリザーブの選手12番、ゴールキーパーコチジュン、3番ディフェンダー荒木大輝、26番ディフェンダー吉田真也、32番ディフェンダー上島修、15番ミッドフィールダー角田雄之介、11番フォワード斉藤翔太、40番フォワード田中海斗、そして監督は吉田正尚です。さあそして、今度はブルーベッカー向こうサイドからのコーナーキック前半10分さあそしてバウル、バウルが右から走る、おお小泉龍斗、小泉龍斗ターンできるか。今ブリオベッカーね、小泉龍斗ターンさせて前を向かせると危険だということで激しくプレスに来ましたね。レフリーはそれに対して今ファールを伝えに行っています。ファールは出なかったですね。まあ小泉龍斗もね今いい位置でボールをもらいましたけど、それをこう潰した浦安もなかなかいいプレーだと思います。土屋選手の、ね、押し上げも良かったですね。さすがだねって本当ね、タイミングの取り方とか見事ですね。さあフリーキックは土屋幸男、バウル選手が蹴ります。逆サイドセンターバック左の佐藤拓磨、縦につけてきた飯島が半身でボールをうまく受けた。広いところに瀬川大樹、ワンツー中でもらうか、瀬川もう一回ワンツー、飯島外に開いた、ただ智弘から瀬川大樹、相手に当ててねゴールキックコーナーキックを取ろうとしましたが、ブリオベッカーそれを感づいてうまく処理しています。そして最終ラインから中盤にボールをつけていく佐藤拓磨が相手のより前に出てねボールを取ろうとしましたね、タッチラインを割って、23ボールとなりました。スローインは東京23FC ただ智弘です。背番号25。さあそして逆サイド柴田隼人、柴田クイックの動きが止めクロスボール、逆サイドここ多田智弘がボールを追いかける、クリアするブリオベッカー、ブリオベッカー11番を取り返して23佐藤拓磨、背番号2番佐藤拓磨選手のこの武骨なディフェンスがなかなか魅力的ですね。佐藤拓磨選手はビアンコ成形スポーツ大学から来ていますね。荒木大輝と、ね、同じチームメイトでしたね、リオ大学のね。さあ飯島秀則がいろんなところに顔を出しています。ワンツー瀬川大樹ポーンと出したボール、これ得意ね瀬川大樹ね、浮き球のパスはすごい意表をつくパス好きですね。さあそして今度は左から多田智弘中に入る、望月達也が、ね、今ボールを持っています。瀬川大樹にワーククッション、縦を入れるかキックフェイント、中に自分で行こうとして、また自分で行ってる瀬川大樹、おおスルーパスを出そうとした、相手に引っかかった、うん、この時間帯瀬川が結構中からねこう崩そうとしてね、ブリオベッカにいろんなこうなんていうのかな、恐怖の記憶感をね、こうボディーブローの上につけていってみられますね。さあ勝手に実況隊がお送りしております東京23マジで TV&レディオ2019年7月20日エドリックからお送りしておりますカントリーの後期第2節、東京23 FC 対ブリオベッカーダースは前半の13分になるところ、まだ両チーム得点ありません、0対0です。さあ現在ブリオベッカーのコート内でね陣地で短いパスをつなげていました。ブリオベッカーが今カウンターです。左からまた攻めます。今日はブリオベッカー左から攻めることが多いですね。さあ前を向いた、おお一ノ井高志といいディフェンス、ミドルシュート打たせたくない、一旦左に開いたブリオベッカー、おおいい守備だ。柴田隼人選手ね、53番の選手はセカンドから上がってきた若手というか若手なんですけど、本当に献身的なプレーでね、守備も攻撃もすごくテクニカルにうまくこなす選手ですね。体はそんなに大きくないんですけれども本当にいいところにいつもいるように見えますね。さあブリオベッカーポンと出した、オフサイド、23の最終ラインがしっかり冷静に見極めていました。東京23市吉田正樹監督は昨
出られる一番の箱の前まで来てね、選手たちに声を出してますね。時計を見ながら、きっといろんなことを考えてるんでしょうね。さあ、シューラ・マテウス、ゴールキック。フリーキック。さあ、飯島。小泉龍斗への激しい、プレッシャーがファウルとなりまして、東京23スキーボールとなりました。ボール裏のこう掛け声にメインスタンドのお客さんがね、拍手ですごく応えてて、すごくエドリック今日は一体感を感じられますね。さあ、前半の間もなく15分になるところです。東京23 FC のフリーキックの場面です。キッカーは背番号8、渡辺隆人選手。右足、ファーサイド。おーし、一番左奥でね、ヘディングで今シュートを狙いました。最後にヘッダーを打ったのはバウル選手ですかね、一塁選手ですかね。ちょっと後でスローを見てみましょうか。マイク10は残念ながらスルーの機能がありませんので、皆さんダイジェストをご覧くださいね。あと試合後ですね、あのマイク10が期間限定で見れますので、それをこう見てください。スクロールワープを動かすのがとても見れますね。今日はあの渡辺隆人選手はね、あの奥様とあと 6ヶ月のね、まだ生まれたばっかりの小さい赤ちゃんがね、あの来てまして、さっきスタンドで応援しておりましたね。6ヶ月の女の子みたいな可愛い男の子でね、本当にぜひこの子の記憶に残るようなプレーをね、ぜひ高橋選手にしてほしいな。さあ、今度はブリオベッカが攻めるが、28番、7番、縦にポンと入れてきた。一ノ井高人が、11番、竹中コーチ選手の前にね、体を出して、竹中選手がボールタッチをする前に、ボールをタッチ内に外に出しています。さあ、ブリオベッカ浦安が23の陣地、深いところからのスローイン、背番号8番スローイン。一旦下げる18番、サイドを変える動きですね。向こうサイド行くか、もう一旦こっちに戻ってきた18番、縦のパスコースを探します。シュート、ロングシュートチャレンジですね。ブリオベッカ浦安、反応したのは23シューラー・マテウス、背番号99、ナンバー99。シューラー・マテウス選手ね、ナイスセービングですね。さあ、ショートコーナー、タイミングをずらしてブリオベッカ、クロスボールを上げさせまいと、ファーサイド、ふわっと浮いたボール、ヘディングで今ルーズなボールですね。ブリオベッカのファールとなりました。東京23 C のフリーキックです。さあ、勝手に実況隊がお送りしております東京23マジェ TV& レディオ、関東リーグ後期第2節、東京23 FC 対ブリオベッカ浦安は、前半の18分になるところです。まだ得点ありません。0対0ですね。ブリオベッカ7番23、一ノ井高人がヘディング。スポーグラウンダー土屋幸雄がそれを大きくクリア。ブリオベッカ浦安はね、あの津波聡さんが監督をしています。今日左からの攻めがね、結構ね、ブリオベッカのね、左からの攻めがね、ここのところずっと続いていますので、まあ今日のこうプレイモデルっていうのかな、よくわかんないけど、なんて言うんでしょう、作戦としては23の左サイド、23の右サイドを攻めろという意図なんでしょうかね。さあ、シューラー・マテウスがゴールキック、逆回転でこう浮いたボールですね。飯島秀典がターゲットでしたが、そのボールを奪ったのがブリオベッカ浦安です。ブリオベッカ最終ライン、背番号6番、10番、
飯島がそのボールを奪った。あ、違った、小泉龍斗が左で得意。おい、フリーだ、面白い、セカンド体重シュート。小泉から瀬川太樹ですね。瀬川太樹完全にぽっかりフリーになってましたね。ちょっとこれは後半に向けて、なんで今太樹がフリーになったのかは、あの読み解いていくと23のチャンスが増えるかもしれませんね。小泉龍斗と瀬川太樹って結構こうなんていうか、プレーのこうセンスがこう似てるというか、感じがね、感じ方というかシンクロしやすい2人ですね。あの東遠横浜大戦でも、あの時は瀬川大樹からね、小泉龍斗にパスが出ましたけども、非常にこうなんていうのかな、新世代 の, あの2人のこう意思疎通みたいなものがあります。さあそして柴田隼人からウリオベックアレアスボールで今23の陣地に入ってきました、ね、どうやって攻めるかな。サイドを変える、8番が右オープンスペース、多田智弘が中を見ながらうまくスペースを消してましたね。今ボールを拾ったのは津波聡監督でしたね。さあブリオベッカー浦安がハーフウェイラインのあたりからスローインです。18番、今23は5人がきれいに横一列に並んでいます。ブリオベッカーが両サイドのね、こう脇をね、脇に侵入してクロスボール入れたりってことができないように、こう脇を固めるっていうんですかね、日常生活っていうのは。そんな今あの守備の仕方をしている東京の FC。 さあそして飯島が前からプレスをかけます。縦のボール、佐藤拓磨、クルーズなボール、ドッジボールだ。望月達也が取って、よし、バウル、高人、右に開いた、いい出方、柴田隼人、一旦スローダウンですね。慌てないという感じでしょうか。一ノ井、高人、望月達也がね、今バウルさんが上がってるんで下がってきています。この辺のこう連携が非常にねスムーズにこう行くようになっていましたね。瀬川大樹、バウル、一ノ井、高人、もう一回バウル、柴田、瀬川大樹、面白いアウトサイド、望月達也ちょっと前に今風がかかってチャンスの作った感じですね。ただ智弘、胸トラップ、きれいなトラップだ。一旦下げる、望月達也前を向く、ここまではあのブリオベッカも守備に行きませんが、瀬川大樹すごく深く守ってるブリオベッカ、おお縦面白いノールック、大樹、望月達也、達也がどこに出すか、左に一旦開いた、ただ智弘、キックフェイントでそのままリュートをね、何かさせてあげるスペースが作れるかなと思ったら、これはうまい。さあちょっと軽いピンチになっていますね。うまく遅らせるか、おお土屋選手、最後にちょっとポンとしてしまったのがファウルを取られました。まあ圧倒的ピンチの中でいろんなリスク計算が多分あのバウル選手の中に行われて、止めとこうという判断があったんだと思いますね。まあ、土屋選手のクラスになると、なんとなくプレーするってことはほとんどないですからね。必ずもう振る舞いの一つ一つに全てこうサッカー上の意味がありますのでね。さあそして、この時間チャンスをつかんだのはブリオベッカー・ラスです。前半間もなく23分になると、こう23タイムですね。水を飲みに来る選手が結構多いんで、やっぱり湿度が今日非常に高いのでね、汗が乾きにくいので、体感温度がねすごく上がってると思います。さあブリオベッカー浦安、18番と11番の選手が今フリーキックのねボールをセットしたコースに立っていますね。どっちで打ってくるか。23は壁が4枚プラス1枚、17番の選手がパンツをすごくまくし上げて太ももをこうスタンドに見せているような、ラグビーの選手のようないでたちです。フリーキッカー、ブリオベッカー、右足、
おお、トリックプレーを一回使ってきましたね。さあここで、飲水ですね。給水です。皆さん一旦水を飲んでください。選手の皆さん、そしてスタンドのお客さんもね、今日は非常に熱中症になりやすい状況ですので、水分をしっかり、あと塩分をしっかりね、取ってくださいね。ラジオあと TV をご覧の皆さんはきっとね、涼しいお部屋でね、冷房の効いたお部屋で見てるんでしたらね、水など飲まないで我慢してくださいね。小休止してください。そして仕事だなんだでね、外でこのね映像なり音を聞いてらっしゃる、見てらっしゃる方はね、しっかり水分を取ってね、熱中症に注意してください。ブラジルも水分を取らせてもらった、こういうの。さあスタンドにはね、今日は小さいお子さんが旗をたくさん、ね、持ってね、バタバタ走り回ってますね。今日の試合前にね、いろんな催しがありました。少年サッカーの、スクールもあって、今日は試合もありましたね。浦安の4年生チーム、浦安と江戸川区のですね、4年生チーム、5年生チームがね、ハーフコートでね、結構真剣勝負、前後半15分ずつでやってました。 PK 戦までね、やってね、もう小学生といえども、今の小学生はみんな上手いですね。ちゃんと戦術的にサッカーをやっていましたね。さあ、給水が終わりました。後半、前半の、また中断がスタートです。飯島秀則、田田智弘、ポーンと縦に出したボール、小泉龍斗の前、小泉のところにね、ブリオレッカ6番の選手がボールを奪って、山崎選手ですね、そのまま立ち台にボールを出しています。23が浦安の陣地、深いところからのスローイン、スローは背番号25、田田智弘、小泉、田田、小泉、望月達也、瀬川大樹、望月、一旦最後まで下げますね。この間にブリオベッカがスーッとラインを上げる。望月達也、狭い方に入っていった、一枚前の飯島秀則、ターンしてね、前を向いてシュートチャンスというようなイメージでしたね。おお、早い、ブリオベッカ11番早い、シュート、シューラ・マテウス、素晴らしいセービングです。ゴールキーピングですね。今本当ここから見るとちょうどシュートコースの直線上だったんですけど、うまくシュートコース消してましたね。土屋選手がね、ファー側を切っていたんでね、宮の方でこう低い位置のシュートを予感してたんでしょうかね。重心を下げて足で今ボールをクリアしています。さあコーナーキックはブリオベッカ浦安、背番号18番、手前サイドのタッチライン、コーナーフラッグからのコーナーキックです。コーナーキック、ニアサイド、飯島秀則がクリア。さあ速攻か、小泉龍斗でしたね、失礼しました。小泉龍斗がちょっとね、体が大きくなってきましたね。なんとなくこう雰囲気で持ち続き活躍になったと思ったんですけど、体幹が少し大きくなってきた感じがします。スローは佐藤拓磨、瀬川大樹、佐藤拓磨、飯島秀則のボールはもうブリオベッカが読んで、瀬川大樹がマイボールにして、一ノ井隆人一旦下げますね。シューラーマテウス、ゴールキーパー佐藤拓磨、おう、いい、田田智弘、瀬川大樹、瀬川大樹、驚異のボールキープ力ですね。田田智弘、小泉龍斗、田田智弘のリターンのパス、もう一回小泉が取った、大橋さん惜しい。お、今の瀬川大樹とブリオベッカの、11番だっけな、11番の選手のボールの競り合いも見どころでしたね。小泉龍斗、あ、失礼、瀬川大樹、大きくサイドを変える、いいプレー、柴田隼人がチャンスを作る、クロスボール、うん、飯島秀則の、ね、ゴールキーパーの間にこう出す、今のクロスボールでもいいクロスボールでしたね。柴田隼人選手のクロスボールうまいですね。
石屋選手から今何かアドバイスもらってましたね。さあゴールキックはブリオベック浦安、長いボール、土屋幸男胸トラップでボールを落とす、佐藤拓磨、シューラマテウス、クリアしたボールはそのままタッチラインを割っています。さああっという間、もう前半の30分になるところですね。東京 23FC 対ブリオベッカ浦安、得点はまだ入っておりません。0対0です。さあ、遅くなりました。ツイキャスコメントいただいてましたが、ちょっと時間が来たので、ツイキャス立ち上げ、勝手に実況隊がお送りしております。東京に来ました、なぜ TV&レディオ、2019年7月20日土曜日、江戸川区陸上競技場からお送りしております。関東リーグ後期第2節、東京ニュース FC 対ブリオベッカ浦安は現在前半の31分になるところ、得点はありません。0対0です。ここまでね、結構締まったいいゲームになってますね。23が長いボールで、ゴールキックで今ボールの競り合い、土屋幸男、飯島秀則が落下地点に行ってボールを、あ、飯島のファウルを取られましたね。早いリスタート、ブリオベッカが右から起点を作ります。逆サイド、おう、これはちょっと連携ミスでしたね。23のそのままタッチライン終わりました。23のボールです。柴田隼人から一ノ井貴人、望月達也、今望月達也がボランチの右側にいて左側にセーラーチャージがいます。この2人ね、頻繁にポジションチェンジしてますね。おお、面白い。多田智弘、小泉龍斗、出てないかなと思いましたが、副審が出たように、スローインはブリオベッカ浦安です。ブリオベッカ丁寧に中盤つないで、ちょっと浮き球、おお、面白い。高橋がボールを取った。高橋、柴田が一旦ボールを収めて、もう一回使って、もう一回柴田、一ノ井高橋に渡した。さあ瀬川泰樹、前を向ける、前を向いた。小泉龍斗が下がってね、ボールインを取ってゲームメイクに参加しています。どうすっかなーって、瀬川大樹、逆サイド、さあ出るか、持ち席、もう一回右に叩きました。柴田、渡辺貴人、瀬川大樹、大樹行くか、大樹、おお、いいチャレンジ。ペナルティーエリアの中までね、グリグリ入ってきましたね。さあそしてここは、おお、今ブリオベッカがフリーでね、あのスルーパスを出そうとしたんですけど、あの開くパスを出そうとしたんですけど、土屋幸男選手がプレッシャーをかけに行ってね、土屋選手こう押されて、こう早めにこうパスを出してしまって、それがそのままタッチラインの外に出たという感じですね。まあバウル選手近くに来るとやっぱ迫力ありますからね。本当俺センターバックってやっぱ顔大事だと思いますよね。あのこうちょっとね、殺されるんじゃないかっていうような感じの雰囲気の顔。さあ飯島だ、おー、今のイエローが出ましたね。飯島秀則へのファウルですね。ちょっと背番号取って見えなかったの、6番か9番かな、センターバックの選手に、イエローカードが出ています。5番だったかな、ちょっとごめんなさいね、後で公式記録見てください。さあ23がブリオベッカの陣地入ってあたりからですね、さあ東京23のフリーキック、ファーサイド、バウル選手、その前にブリオベッカの6番の選手がね、来まして、そのまま
競ってボールをタッチラインの外に出しています。スローインアバウト、珍しい場面でしたがボールスローアが変わりました。ただ智弘お前だけでとかするボールを出しました。25ただ智弘、瀬川大衆、瀬川一旦下げる、佐藤拓磨、一ノ井高人にボールが当たりました。一ノ井が右にボールを運びます。柴田隼人、相手のプレッシャーがきつかったので一旦戻しましたね。もう一ノ井高人無理はしません。シューラーマテウスまで一旦下げる。シューラーマテウスが左の多田智弘、佐藤拓磨が多田智弘がね結構高い位置にいたんでね、あのシューラーマテウスこう攻めのこういうアクションとしてもね、あのなんていうかパスを出したんですけども、相手が読み切ってました。ちょっとやっぱロングパスにしては相手が読みやすかったかもしれませんね。さあ間もなく前半の36分になるところです。一瞬スタンドがどよめきました。飯島選手に対してレフリーが、今のプレーに対して説明できました、ね、小泉龍斗がボールを飲んで、あ、ボール飲まない、水を飲んでます。ボール飲んだら大変だ。さあ一ノ井高人、土屋幸男、あ、これ面白いですよ。渡辺高人、そのまま土屋が上がる。柴田の前に土屋が走る。渡辺高人、もう一回一旦落ち着かせた。瀬川大衆、さあそしてオーバーラップしている土屋幸男。バル選手がオーバーラップすると結構会場がどよめくよね。何が起こるんだろう。もう一つ達也、おーファール惜しい。今ちょっとあの望月達也のパスエロかったですね。ああいうのをブラジル的にエロいパスと言います。背番号7番望月達也、さあ前線でためを作るブリオベッカ、11番、さあ前半まもなく38分です。2019年7月20日エドリクで行われておりますカントリーズ後期第2節ウエスタンスポンサードマッチ、初戦23位 C 対ブルーベッカ浦安は、現在得点まで入っておりません。0対0です。まだゲームは拮抗した状態ですね。飯島が前からプレスをかける。ブルーベッカ浦安のゴールキーパーが安全男子で蹴り返していますね。中盤でボールの競り合い、フィッキー飯島じゃないや、ごめん、小泉龍斗だ。最近小泉龍斗のボールの受け方が飯島選手にすごく似てきてて、ふっと区別がつかなくなってきて、さあそれをリハヤリスタート。ただ智弘、なかなかね、ただ智弘選手があのワンタッチして一気に左のこうタッチライン沿いをグイッてあの 入れないですね。相手がそれをさせないように多田智弘選手のこう侵入をこう防ぐような守備の仕方をしているんだと思います。さあフリーキックを持ち抜き達也、面白いファーサイド折り返すか、フリーヘディングで中に入っていくか、飯島、もう一回飯島だ。さあここ大事だ、1対1、おー危ない。さあブレインベッカ浦安、絶好のカウンターのチャンス、遅らせられるか、シュート。絶対絶命のピンチでしたね。23的にはよく防いだ。
最後のシューターは背番号15福島選手かな。今の場面なんか本当サッカー観戦もすごい楽しみがあると思うんだけど、こう攻めてる時ってやっぱりリスクなんですよね。今23は本当に攻めていました。でなんとかとどめを刺そうと攻め込んでいましたが、それをやっぱり掴んでですね、ああやって逆にあの守備をしていたブリオベッカー今度は攻めに転じるという、このなんていうのかな、攻めと攻めのこう入れ替わりの激しさっていうのはサッカー観戦のすごい楽しみだと思いますね。おー、バウル、バウルの背中、おお素晴らしい。もう背中に目がついてるんじゃないかっていうぐらい相手の動きを背中で察知してますね、土屋幸男。今のプレーなんかも本当にすごく見どころありますね。あの例えは悪いんですけど、ちょっと古い車なんだけれども、走ってギア入れてみたらスコンスコン気持ちよくギアが入るみたいなね、名車って感じですね、土屋幸男選手。そう、今の肩の当て方もうまい、内野隆人、土屋幸男、渡辺隆人胸トラップ、瀬川大樹から多田智弘、ほら多田智弘が裏に入るのものすごい距離で止めてますね。ってことは柴田のサイドが空きますね。瀬川大樹が面白い、そのスペースを使った、柴田しっかり見ていた、完璧なパス、柴田がカットイン、カットイン、勇気あるプレー、うーん、いいプレーですね。ゴールに直結するプレーだ。おー、一塁高人、望月達也、両チームギリギリのところでね、今仕掛け合いというかね、駆け引きしてて、見てて非常にスリリングな試合になっています。佐藤拓磨、佐田智弘、一旦佐藤拓磨に戻した、瀬川大樹、佐藤拓磨、面白い、小泉、おー面白い、佐田智弘がね今いいアタックをしたんですけどね、まだマイボールできるか。おー、いい守備でしたね、佐田智弘、相手陣地深いところでボールをタッチラインの外に出しています。一の高人が相当こうアグレッシブなねディフェンスをしてますね。ちょっとトゥーリオとかみたいな感じが見えてきました最近。さあ中盤うまくつなぐ、ここのとこ津波サッカーがねすごく浸透してきて、ブリオベッカーはすごくこうチーム力が上がっています。よし、瀬川大樹こういう時によしとか言うと松木さんになっちゃうから瀬川大樹、一ノ井貴人、飯島秀則が落下点、渡辺貴人にね拾わせようとしましたが、ブリオベッカが中盤でボールを奪って、柴田がね守備いいですね、早くこう、柴田選手は接客業をやるとねすごくいいかもしれませんね。お店で例えばね注文取る役なんかだったら、お客さんのこう気配でこいつ何注文するのかなってすぐ察知してね注文取りくるようなね、そういうこう先読みのね献身的なこう気真面目さがねプレーによく現れています。拓殖大学から来ていますね、一ノ井貴人。さあそしてここ瀬川大樹、望月がフリーになって、おーすごいパスだ、今のもね糸引くようないいパスでしたね。これ辺がつながってくるとねすごいこうシュートチャンスになりますね。さあ今バウルが行ってる、うん、抜かれた、おお。この攻め、23が攻めた後のボールを取った後のこうブリオベッカの攻めっていうの、この攻め
なんていうのかな、こう攻めがこう、なんて説明しようかな、こう変わっていくときのこう流動っていうのかな、その流れがすごくオートマティックで、ウリオベッカ・オレアスはすごくよく訓練されたチームだなというのが分かりますね。シューラー・マテウスがゴールキックです。もう前半45分が過ぎるところですね。あっという間の前半。瀬川大樹いい守備。瀬川大樹選手もあのリーグ真ん中まで来て守備力がすごい上がったように見えます。そして柴田隼人、柴田がここまでドリブル、もう一度木達也、もう一回右から攻める、渡辺隆人が開いていて、もう一度失礼、瀬川大樹、ちょっとトリッキーなパスを狙いましたが相手にブロックをされた、取られたら取り返す、うん、佐藤拓磨がつけるか、シュート。今のは佐藤拓磨とシューラーマテウスの、ね、コンビの、ね、素晴らしいディフェンスでしたね。佐藤拓磨選手がシュートコースを限定してシューラーマテウスが、ボールを読む確率を高めた、いい守備の仕方だったと思います。さあそして飯島、長い腕で相手を少し抑えて、もう一回佐藤拓磨まで戻す、この間にグリオベッカスーッとラインを上げます。松井達也右に開く、柴田隼人、もう鈴木達也、瀬川大樹、23はこの時間右からこう攻めてますね。ファールが飯島秀典に渡した、飯島、おー、ファールがない。メインスタンドの子供たちがすごい声で、ね、応援してますね。さあここで前半が終了いたしました。前半を終了いたしまして0対0。さあ、勝手に実況隊がお送りしております東京23マジで TV& レディオ2019年7月20日土曜日江戸川区陸上競技場ですね、関東リーグ冬季第2節ウエスタンスポンサードマッチ、前半が終わりました。東京日産シーテブリオベッカ浦安は0対0で半分のタイムに入りましたね。競技場の敷地内は全面禁煙となります。競技場周辺での喫煙も近隣の方々にご迷惑にならないようご協力よろしくお願いします。さあ、今スタンドからねアナウンスがありましたね。エドリック、このハーフ、カントリー本節からね、全面禁煙になりましたということで、東京オリンピックもね、控えておりますので、全体的にこう健康志向でいこうということでね、禁煙の演奏にぜひご協力お願いいたします。さあ前半を振り返りますが、得点はね0対0でありませんのでね、まあ、6割ぐらい23が攻めて、6割なんか5割分ぐらいかな、23がボールを支配して攻めて、で浦安がすごい鋭いカウント、前半は0対0と1本はもう決定的なチャンスで、ね、つかみましたが、シュートは枠の外、ランパフォーマンスも23でした。さあ、ハーフタイムになります。Twitter ラジオの方は、ね、お休みしてね、マイク10の方はぜひ今、多田俊平選手が来てましたね。ハーフタイムなんでね、皆さんぜひイベントをお楽しみください。音はそのまま残しておこうかな。じゃあ皆さんハーフタイムお楽しみください。さあ、ハーフタイムですね。スタンドのね、もう声を皆さん音を聞こえますでしょうかね。
現在、エトリックはピッチでですね、深い選手たちが今芝生の上でボールを触っています。そしてあのピッチサイドではね、いろんなイベントが行われていました。まあ、今日天気があの雨降らなかったということもあって、メインスタンド本当にたくさんのお客さんがね来てくださいました。ありがとうございます。あのこんな雰囲気でね、関東リーガーとしてねサッカーできる選手ってきっと俺本当幸せだと思うんでね。後半45分ね、この人たち今日来てくれた人たちにね、こうなんていうのかな、やりきったよ喜びをですねぜひ味わっていただいて帰ってもらえるように選手たち頑張ってね、残りの45分も戦ってほしいなと思います。それからも今日もね、あのスタンドにあの過去に在籍したね、あの選手23のね、人気選手も来てましたね。多田井俊平選手が先ほど、いて挨拶をしてくれました。あとあの福井海選手もね、あの今日顔出してくれました。岡正道選手もいましてね、まあ、あの往年の23のサポーターさんにはちょっと懐かしい顔がいっぱいいますね。そしてね、あのブリューベック浦安のサポーターの方に近い方なんですけれども、なんとあの前監督の八浦さんがね、今日はあのお越しくださってましたね。あの車椅子の席がゾーンがあるんですけれども、そちらの方にいらっしゃいまして、コート知ってればあそこに実況席を作っておいたのにって感じなんですけど、八浦さんもすごくお元気で、あの今韮崎の方にあのお住まいで、先々週かな、あの八浦さん あのドキュメント番組やってましたね。まもなく後半開始の時間となります。まあ、今の東京 23FC の中にも八浦さんが指導してくれた数年間、そして米山監督とかね、天野監督とか、ね、ですよ、前のこういろんな監督のこうエッセンスが詰まって今の東京 23FC になってますので、ね、それを引き継いで吉田正樹監督がね、新しい23に、この星は皆さん持ってますか、持ってますか、後半ぜひそれをね、こうサッカーで広げるといいですね。あちらのパッションとどこで当てられて、パッションとどこ、あちら広い広いあちら、全員子供たちも大人たちも盛り上がって勝ちましょうよ今日ね。場内 MC が伊藤俊太選手ですね。勝とうよ、煽ってるね。皆さん勝ちましょうよ、ウエスタンコーポレーションの皆さん勝ちましょうよ、勝とうよ、岡間サビシコーポレーションさん勝ちましょうよ。あの今日のマッチスポンサーさん、ウエスタンコーポレーションさんですけど、岡間サニチが働いてますね。今伊藤俊太選手がもうスタンド煽りに煽ってますね。まあ、本職彼はあの右サイドバックなんですけど、皆さん応援をしましょう、パッションゾーンで待ってますよ、マイクパフォーマンスのポジションのもう一つになりそうな勢いです。さあ、まもなくね後半がスタートいたします。両チームがピッチに上がってきました。そして円陣を組んで、まもなく運命を決めるというか、大事な大事なこの試合のね流れを決める45分が、後半の45分がスタートします。さあ、勝手に実況隊がお送りする東京23マジで TV& レディオ、2019年7月20日土曜日、江戸川区陸上競技場からお送りしております。関東リーグ冬季第2節、
ウエスタンスポードスポンサードマッチ、失礼いたしました、ウエスタンスポンサードマッチ、東京日産シブリオレッカーです。まもなく後半のスタートです。さあ後半がスタートいたしました。白のユニフォーム東京日産 FC、 青のユニフォームがブリオレッカー浦安です。後半の45分です。前半は 0-0 でね、ハーフタイムを迎えました。後半はより試合に集中した形でね、皆さんに試合の内容をお届けしたいと思います。映像はパラグエル、そして、実況はブラジル36が担当します。東京 23FC はスターティングイレブンからの交代はありませんね。瀬川大臣、あ、ちょっとキックミスでベンチの中に行った選手が当たりました、ね。ゴールキーパーはシューラー・マテウスです。ブリオベッコレアス、望月達也、小泉龍斗、小泉龍斗が飯島秀則のところ、飯島シュート、ゴールキーパーシューラーマーティウス、3バック真ん中突き屋、右1の左が、佐藤拓磨、ウィングバック右が、柴田隼人ですね、左が多田智弘選手でした。ボランチが2枚、瀬川大樹と望月達也、トップ下渡辺隆人と小泉龍斗、ワントップ今飯島秀則です。サイド変えるボール、多田智弘が来た、あ、多田面白い上がり方、小泉が左に開いてスペースを作るか、一旦下げる望月達也、多田が左に、うわー、すごい、スクロスボール、おー、いいパラ、今の望月達也のパスも非常にセクシーでしたね。本当に色気を感じるパスを出しますね、持ってきた達也、背番号7番。まあ選手によって本当パス一つによっても全然こう違う、いろんなパスがありますよね。コーナーキックは東京 23FC です。後半間もなく3分、渡辺隆人、クロスボール当てよう、相手に当ててコーナーキックを取りました。非常に賢いプレー、東京 23FC のコーナーキックです。キッカー渡辺隆人、右足、ファーサイド、マウル、ヘディング、もう一本コーナーキックとなりましたね。バウル選手ちょっと頭を痛いとか伝えてました。今日あのマイク10をご覧の方は皆さんあのクイズゲートウェイという ゲームをやってくださったと思います。あとでしましょう。飯島秀則、クロスボール、土屋、渡辺隆人、左足、バウル、胸トラップ、ペナルティエリアの中、渡辺隆人、クロスボール、その前にボールがタッチラインを出ていたというシーンです。そう、今ね動画を見るときはマイク10のところもそうなんですけども、クイズゲートウェイというミニゲームをやってからね、入っていただくようにしてありまして、今週のゲーム結構ブラジル的に攻めたんですけどね、皆さんいかがでしたかね、楽しめましたかね。バウル選手にも説明してね、一瞬怪訝な顔されたんですけど、その後こう笑ってくださってね、面白いんじゃないということでやらさせてもらいましたね。さあ23、面白い、望月達也、望月周りを見る、柴田左足右足で一旦引いて、瀬川さん後ろから来てるぞ、
中に入った、グリングリン背が体重、ペナ中に入った、おー3人ぐらい抜いて中入ってったね。背が体重一旦下げる、柴田、望月達也、結構柴田選手が弾き飛ばされてるけど、15番対53番の戦いでしたね。ファウルを取られたのでね、ブルーベッカ的には23がフリーキックです。さあこれちょっとチャンスですね、後半の6分になるところ、フリーキックは特にさ、小泉龍と左足、ブリオベッカがそのボールをヘディングでクリアして、もう一回タッチラインがスローインです。飯島につけてきた、飯島、おー中にポンと出した、クリア、混戦の中にボールを放り込んでいる感じ。飯島秀則がブリオベッカの5番の選手のボールを競って、5番の選手の外にボールを出しましたね。柴田がスローインです。背番号53番、瀬川大樹、もう一回柴田がスローインです。あ、相手ボールになりましたね、相手ボール、無料ベッカのスローインです。一塁高人が非常に懸命に、おお、飯島秀則選手がちょっと左足のね、ふくらはぎのこうところを回し蹴りみたいな感じで足を痛めましたね、蹴られてね。レフリーはスローインという指示を出しています。だから今の飯島選手へのファールがなかったので、ファールとは判断しなかった。瀬川大樹、柴田、ポンと出した、面白い、渡辺隆人を走らせる、隆人コーナーキックを取るか、クロスボール相手には当たらなかったですね。さあ間もなく後半の8分になります。2019年7月20日土曜日、江戸川区陸上競技場からお送りしております、関東リーグ東区第2節ウエスタンスポンサードマッチ、東京23FC対ブリオベッカ浦安は現在0対0ですね。前半は 0-0 を追い返して後半入りました。後半もまだ得点ありません。一ノ井貴人ヘディング、打点高い、飯島秀則、渡辺貴人がプレス、おー面白い。さあここはちょっとブリオベッカタイムだな。15番クロスボール早めに行った、シュートコースを消したい、シュート、枠がしっかり見えていたせいか、ちょっと丁寧にやりすぎちゃったかなって感じのブリオベッカの最後のシュートでしたね。ここまでブリオベッカ3本ね、シュートチャンス記録で、うち2本は決定的なねチャンスでなりましたね。一ノ井貴人が左足をちょっと痛めたかな、大丈夫かな、痛そうな顔してますけど、望月達也は早々とベンチに丸って出してましたね。さあそのままピッチに復活しています。佐藤拓磨から多田智弘、ブリオベッカが右から攻める、今ただ富弘いい守備をしました。相手に背中を当ててそのままボールをゴールラインに流しています。マイボールにしましたね。さあゴールキーパーシューラン・マテウスがこれからゴールキックです。後半まもなく10分になるところ、
まだ0対0です、向かって左側にエンドを構える白のユニフォームが東京23 FC で、右側にエンドを構える青のユニフォームが東京フリオベッカ浦安です。柴田早いスローイン、渡辺隆人、小泉龍斗、まだボール生きている、惜しかった。しかし今の激しい寄せがね、必ずこの後の未来を作りますので、小泉龍斗選手頑張ってほしいな。さあブリオベッカ浦安がボールキックです。長いボールを蹴る、一ノ井貴人、望月達也、渡辺貴人、瀬川大樹、走る小泉龍斗。おお、小泉龍斗のこう気迫に押されてしまったのか、そのままヘディングでボールを外に出したブリオベッカ浦安、ちょっとチャンスですね。柴田隼人がボールを手に取りました。スローアの柴田隼人、瀬川大樹、柴田一旦下げる、周りを見て一ノ井貴人、瀬川大樹アウトサイド、おお、いいインターセプト、面白い、小泉、小泉アウトサイド、もう一回小泉の奥で、小泉右足、今のもいいコンビネーションでしたね、小泉と瀬川。いける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 、頑張れ、いいチャンスを作ったぞ。こう次の仲間のために次の動き次の動きっていうのをこう連動するのを見るのはサッカー見てて本当に楽しい瞬間ですね。必ずこれをしていればいつかつながりますね。さあここもいいチャンス、高人、おー裏を出した、小泉、あー、そして飯島ちぎった、ボールをキープして中に入れた、小泉龍斗、おーヒート、面白い、もう一つ出したシュート、面白い、瀬川大樹、望月達也、一旦安全地帯にボールを動かす、佐藤拓もついて、田中智弘、ナイスターン、ワンタッチで前を向けました、これはファウルはない。さあ守備に一気に気持ちを切り替えたい、攻め疲れしている時にね、守りに入るのは本当大変なんですけど、これができるかどうかがね、上に行くか下に、上に下に落ちるかの差ですね。頑張れ23、小泉龍斗、うまく抜け出したんだけどね、ちょっと不快をしたプレーでブリオベッカの選手が一人倒れていますね。この時間帯は23のこうプレーの速さというのにちょっとブリオベッカの選手が起用されているようにも見えますが、でもこれも悪かもしれないんでね、本当サッカーってよくわかんない。ちょっとブリオベッカの選手たちのプレーに不正確なプレーが増えてきてますね。でもこれも罠なのかな、わかんないんだよなサッカーって、騙し合いだから。望月達也、おう、浮いたボールでね、相手をこういなそうとしたんですが、相手がそれを読んでましたね。一旦下げるブリオベッカ、ゆっくりと中央にね、人数をかけて守備を固めました。あ、混戦のプレーでね、23、渡辺隆人とブリオベッカ、背番号ちょっと取って読めないけど11番かな、ぶつかりまして、ブリオベッカのファウルとなりましたね。お、縦ボール、ブリオベッカのサポーターの声が、ま、集音マイクに持ってきてますね。
さあ一旦下げる、左から攻める、狭いところ攻めるね、持ち行き達也まだ攻めるね、狭いところ、さあ23、面白いぞ、セバータイジどうする、もう一回自分が前で受けます、飯島秀典が半身でね、下がりながらボールをもらおうとしましたが、それをブリオベックが呼んで、あ、ここ危ない、一人足りてない、さあブリオベックは大チャンス、ハットイン、最短で来た、おー、シェイクを剥がした、クロスボール入れられた、危ない、ふほー、まだ集中切らすな、うん、土屋選手へのファウルとなりましたね。さあまず最初の選手交代はブリオベッカが来てきましたね。10番がアウト、代わりに入るのは9番です。畑野選手に代わって小島選手が入ってきますね。攻撃的な選手だと思いますね。さあまず最初に選手の交代をお知らせします。ブリオベッカー浦安、背番号10畑野孝則選手に代わりまして、背番号9小島さつき選手が入ります。もしきたちは素晴らしいディフェンス、すごいな、高人、渡辺の高人、柴田がチョコバカ動くんですごい相手嫌がってるんだ。さあ23の選手交代です。土屋幸男、エバウル選手がアウト、河原に入ってくるのは金島修です。背番号32、亀島修選手が入ります。さあ、土屋選手、60分お疲れ様でした。さあ、変わったばっかりの9番。長い距離をドリブルで持っていって、もう一回リターンをもらおうとした。クロスボール。うまくカウンター、相手のカウンターをね、こう止めた23でしたね。こう選手交代で何かこうフェーズが変わる瞬間って、ふっとこう集中力がね、途切れますね。そして瀬川大樹、望月達也、ここ亀島修ですね。左、多田智弘、小泉とコンビネーションを組みます。左側、小泉が前に突っかかってね、スペースにポンと抜けようとしたんですが、ブリオベッカーはそれを読んでましたね。ブリオベッカー一旦ここでスローダウン、23がうまく守備をしたように見えます。ブリオベッカー今度左から攻めます。よし、マイボール、柴田自分で行ったか、面白い、柴田、おお、柴田行った、ちょっと中の仕上がりが遅いですね、23ね、もったいなかった柴田、まだ生きている、取っちゃえ、小泉が取った、おー、小泉の勝ちって感じだな、つもりで言ったら。さあいいチャンス、これ柴田の長いドリブルの突破からね、できたチャンスですね。さあ東京 23FC、フリーキックのチャンスの時間です。後半の20分になるところですね。ゴールからは25メートルぐらいでしょうか。左利きの小泉龍斗が蹴ります。背番号13番、右手を上げた、フリーキック、巻いてくるボール、
最後にワンタッチはどっちだったかな、ブリオベッカがクリアしたようですね。23のコーナーキックとなっています。選手たちがね、水を飲む回数が本当に増えてますね。やっぱ相当湿度高いんでしょう。あの湿度高いと汗が出てもね、それが蒸発しないんでね、体が冷えないんですよね。体の中にどんどん熱が溜まってしまう。コーナーキック、おーキーパーパンチング、シュート、鹿児島シュー、ヘディング、渡辺隆人、飯島、おお、隆人のプレーにファウルを取られましたね。飛ばなかったっていうことなのかな。スリーバックがね変わって、真ん中が佐藤拓磨、右側一の左側に上島修が入りましたね。東京 23FC ボールです。おお、今のは遅延行為、ちょっとイエローになりますね。非紳士的行為かもしれない。ちょっと待って待ってレフェリー、ぜひあの江戸川クラシコにふさわしいプレーをねしてほしいな。さあ、ブリオベッカ選手交代、背番号20がアウト、27番がいいんです。翼選手に代わりまして、背番号27、丸山光成選手が入ります。おお、面白い。小泉が抜けるか。ボールを触った小泉。離して、ただ智弘。おお、面白い。瀬川がいいところに来た。瀬川。おお、今、ダイレクトで飯島秀則に渡しましたね。何をしたかったかよく見えた。あ、これはファウル、あ、23です。もう一個戻せた。結構面白いコンビネーションプレーが出てますね。あ、裏を取る。オフサイド。さあ、ここで給水です。さあ、皆さんもこの間にね、お水を飲んだり、もっと気持ちよくなるものを飲んだり、トイレに行ってね、ちょっとお休みをする。お風呂に入って出てくる時間はちょっとないかもしれないですね。ちょっと飲み物を入れるぐらいでしょうかね。まあ、冷蔵庫に行ってあの缶のものを持ってきて、もう一回こうスマートフォンなりタブレットの前に戻ってくるぐらいの時間はあるかもしれませんね。さあ、じゃあパラギルさんが出してくれたんで、俺も飲もうかな。ちょっと塩分が入ってるスポーツドリンクをもらってきました。ぜひあの飲料メーカーさん、実況隊にあのこういう給水の時に飲みますんで、スポンサーとしてください。結構機材が最近壊れてきて危ないんですね。お待ちしてます。一体何の配信をしてるのか分からなくて、サッカーの配信ですよ。さあ、飲水が終わって、ここからまたスタートですね。さあ、皆さん、ご覧の動画をご覧の方はね、あのエドリックが綺麗に夜景に映えている場面が見れるかと思いますね。カメラ今シューラーマテウスに寄っています。背番号99番。後半まもなく25分になるところ、まだ得点はありません。0対0、飯島秀則、ブリオベッカ裏につく、これ先触りたいな。おー、よくでした。ナイスターン、縦に速いつながりですね。いいですね。
小泉龍斗、小泉龍斗プレス早いね、ウリオベッコも。お互いね、今が勝負時の時間だってのよく分かってますね。いなして今度右から攻めるブリオベッカです。津波監督大きな声でピッチでピッチギリギリのところまで出てますね。津波監督はあの前節 の, あの筑波戦にもね、あのスカウティングに来てましたね。東京23のサポーターの中にあの混ざって一緒に試合見てましたね。さあブリオベッカ大きくクリア、先にボーサル23、うん、これはファールがあったということでしょうかね、うん、さあ間もなく27分ですね。後半ね、7月20日エドリックからお送りしているカントリースポーツ第2節ウエスタンスポンサードマッチ、東京23FC対ブリオベッカ浦安戦、まだ得点はありません。0対0、後半の27分。子供たちの声がね、すごく合わさって力をこう、あとこれはブリオベッカカウンターだ。ちょっと危険なパスになって、うまく抑えたい。下げる、一旦下げて7番の選手、キャプテンがねシュートを打ちましたが枠の外。しかしブリオベッコのカウンターもほっかないな本当に。まあ浦安と23って川のあっちとこっちで大して距離変わらないんだけど、サッカーは全然違ってて面白いもんですね本当に。なんでこんなにサッカーって違うんでしょうね、場所によってね、まあ人によってなのかもしれないけどね、地域性ってのがあるんでしょうね。まあこの違う者同士っていうのが同じルールでこう戦うっていうのを見るのが楽しいところですね。サブリオベッカー、あーするシュート、危なかった。この時間は浦安のタイムですね。多分陸上トラックの向こう側にあのミッキーさんがエレクトリカルなパレードをしながら今くるくる回ってる状態なんだと思います。そしてブリューベッカの選手が一人足を吸ってますね。相当激しく走ってるということでしょう。さあ勝手に実況隊がお送りしております東京ミッキーさんマジュー TV アンドライブ2019年7月20日土曜日エドリックからお送りしております。関東リーグ東京第2節ウエスタンスポンサードマッチは、東京ミッキーさん FC 対ブリオベッカ浦安、後半も間もなく29分になるところです。まだ得点は入っておりません。0対0、前半0-0、後半もまだ0-0です。選手の交代をお知らせします。ブリオベッカ浦安、背番号28神谷亮選手に代わりまして背番号19太田大河選手が入ります。さあブリオベッカ3人目の選手交代となりました。さあ間もなく後半の15分で、ね、サッカーで一番おいしい時間帯ですね。あの選手たちもなんていうのかな、いい具合にこう疲れてきてね、いろんなことが起こる時間帯です。瀬川大樹、望月達也ボールを隠しながらターンして亀島シュウ、亀島が持っていく、亀島が持っていく、瀬川大樹、多田智弘、多田智弘へのプレー、本当ディフェンスがすごいですね。ブリオベッカ浦安、今日は多田選手はストレスフルな、ね、ゲームですね。前に行こうと思うと詰まっちゃって詰まっちゃって、まあ例えるなら急いで電車に乗ろうとドア思うとドアが閉まると、でまたホームに行って電車が入ってきてさあ乗ろうと思うと目の前でドアが閉まるみたいなね。まあそれでもね必ずチャンスは来ます。
諦めない諦めないって感じ。さあブリオベッカ中盤からいい攻撃、9番の選手が長い距離を持っていく、シュート、見事なドリブルからのミドルシュート。さあここで選手交代です。本日の観客動員数は1503名でございます。渡辺貴人選手がアウトで代わりに入ってきたのが背番号40番田中海保です。フォワードです。選手の交代をお知らせします。東京23FC 背番号8渡辺貴人選手に代わりまして背番号40田中海保選手が入ります。さあスタンドから大きな拍手、これ渡辺貴人のへのねぎらいの拍手、そして田中海保への期待の拍手です。うおすごい見せるね。クロスボールファーサイド、おーおークリアできる。さあそして今度は23飯島が行く、飯島キーパーに戻すか、飯島がキーパーにプレッシャーをかける。今度はブリオベッカだ、一旦下げる。ブリオベッカも23も本当今日一日の一番大事な時間帯だっていうのが分かったようなプレーしてますね、19番縦のパスコースがなくて一旦下げます。今度左から攻める、ちょっと合わなかった、先ほどアナウンスが入りましたね。1503名です。本日の入場者数は1503名です。ありがとうございます。これあのカントリーグですけどチケット売りですのでね、本当に今日来てくださった皆さんありがとうございます。さあ田中海保ボールを取った、瀬川大樹サイドを変える、広いところ上島シュー、おーいいプレーだ。北田智弘やっとスペースができた、右足でクロスボール、飯島後ろ、田中海保そしてムリオベッカがまた左から攻める、一塁と瀬川がつく、ミドルシュートを狙わせない、コースを消してシュート、危ない。ムリオベッカミドルシュートを狙いましたが枠の外でしたね。いやここのところこの時間帯のあの23の非シュート数って言うんですか、シュート打たれ数がすごいですね。ブリオベッカ最終ライン、早いリスタート、ブリオベッカ、あ、マイボールだ、これ、あ、これ、すごい、飯島、あ、じゃなくて、これが山、望月達也、望月持ってった、望月、飯島、シュート、今度はブリオベッカだ、今度はブリオベッカが23の脇を狙いますね。時間をかけさせてその間に守備の陣形を整える。23ブリオベッカ18番ちゃんとポーンと浮いたボール、もう一回左からのクロスボールを狙う。27番一旦下げる、飯島がそのボールを取る、懸命に走る飯島秀則、飯島得点も取ってますがね、守備もすごくやっています。お、面白い、小泉飯島の前でした、キーパーがしっかり出ていた。小泉はこの時間帯でも周りがよく見えてますね。この時間になるとね、相手もいろいろ隙が出てきますのでね。
23は飯島を一人残して全体的にこう下がってこう受けているような感じですね。さあ、そして選手交代が準備しています、背番号3番荒木大輝が今出場の準備をしていますね。おシュート、あー決まってしまった。ウリオメッカ先生、ゴール前の混戦でね、ちょっと難しい、ボールでしたね。さあ、そして23は選手交代で背番号53柴田隼人がアウト、代わりに入ったのが背番号3荒木大輝です。さあ、得点は0対1、アウェーのウリオベッカ浦安が先制です。さあ、そして選手交代が認められました。選手の交代をお知らせします。東京にいる選手、背番号53、柴田隼人選手に代わりまして、背番号3、荒木大輝選手が入ります。さあ、柴田に代わってね、荒木が入ってきました、荒木大輝。荒木は左サイド、右のウィングバックですね。そのまま柴田のポジションに入っています。まず相手のボールを奪ってしっかりとゲームを組み立てること。荒木大輝、最初のプレーはクリアのプレーになりましたね。相手のクロスボールは自陣もペナルティエリアの中で反転しながらボールをタッチラインの外に逃がすという。さあ、試合時間ですね、今現在3分。先ほどの得点はウリオベッカ浦安背番号8番富塚俊選手のゴールです。さあ、ウリオベッカがコーナーキックとなりました。レフリーが早くプレーをするようにということを指示を出したんでしょうかね。ブリオベッカーパーサイド、ヒューラーマテウスしっかりキャッチしました。そして早いリスタート、小泉走らせる、小泉、相手のゴールキーパーまでボールが流れてしまいました。オフサイド、その前になんか流してましたね。さあ、後半の39分になるところです。まず23としては1点を取り返すこと、試合を元に戻すこと、そしてそこからの逆転ですね。残りの7分8分ぐらいで2点、まあ、この前2分で2点取ってるからね、大丈夫、4点は取れるはずです。佐藤拓磨、上島修、おっと2枚替えですね。11番と26番が準備しています。これは結構勝負かけましたね。おそらく小泉龍斗が斉藤翔太、そして多田智弘ですね、左ウィングバックが背番号に吉田慎也、なんで吉田慎也、あ、なるほどね。吉田慎也選手は入ってきます。多分おそらく吉田慎也選手が、センターバックに入って、金島修選手が左のウィングバックに上がるんじゃないですかね。それからフォーバックにするのか。選手の交代をお知らせします。東京23年市背番号25、ただ智弘選手に代わりまして、背番号26、吉田慎也選手が入ります。
一ノ井貴彦来てました。続きまして背番号13小泉優斗選手に代わりまして背番号11斉藤翔太選手が入ります。この短時間で、ね、3枚を変えたっていうのは結構ゲームの中で大きな変化になると思いますね。その変化を、ね、ポジティブに使いたいですね。亀島秀、あ、吉田慎也選手はマンツーマンで相手の10何番だろう選手についてますね。3バックを変えるというよりも相手に1人完全につけるという感じでしょうかね。吉田慎也選手バンソコ張るみたいなね、交代選手面白いですね。さあ、飯島が前を向けるか。なかなか本当に飯島がボールを取ってターンするっていうのが難しくなってきましたね。ターンして左足シュート、シューラーマテウスナイスセービング。さて、さあ田中海保か。さあここでブリオベッカオレスも2枚替えだ。7番と11番がアウト、2番と17番がイン。これでブリオベッカは5人交代してますね。あのお鍋とかもこう味見するときいっぺんに調味料入れると何が何だか分かんなくなっちゃうんですけど、ブラジル的にはここまで両チームとも選手がいっぺんに変わるとこの後何が起こるのか全く分かりないですね。予想もつかない状況です。選手の交代をお知らせします。ブリオベッカオレス背番号11竹中コーチ選手に代わりまして背番号2上田陽吾選手が入ります。瀬川泰樹ほぼコーナーキックのあたりから荒木大輝です。続きまして背番号7秋葉雄二選手に代わりまして助走を取ってロングスローター背番号17橋本龍馬選手が入ります。荒木大輝スローイペナルティエリアの中ブリオベッカがヘディングでクリア。荒木大輝がそのボールを取った一ノ井貴人一旦シューラーマテウスまでボールを返します。長いボールを入れてこれは速攻ですね。面白い落ち方、これは斉藤翔太かな。選手の交代が早すぎて誰だか分からない。おそらく走り方からは斉藤翔太ではないかなと思いますね。吉田慎也がアンカーの位置に入ってますね。3バックの前っていうか、長いボールそのまま立ちライン割るか割んない。一ノ井のヘディングブリオベッカのトラップミスが使った。お互いに結構激しい打ち合いになってますね。さあ間もなく時間はランニングで45分を超えるところです。飯島秀則、田中海保、望月達也、あこれ面白い、うお飯島蹴り合いになってるな。亀島シュートな、ちょっと深すぎたパスでしたね。インターセプトされましたね。両チームともね、フォワードとディフェンスの間合いがこう広がってきて、
パスコースうまく作れなくてね、長いボールを蹴り合いになってますね。さあアディショナルタイムは3分が追加されましたね、現在45分です。残り3分。慌てないでゴールまでボールを持ってってシュートチャンスを作ることですね。もう倒されたファールはない。一ノ井高人の方に転がったボールはブリオベッカーが拾うことになる。ブリオベッカーなクロスボール。オーマイガー、これはでもしょうがないね、オンゴールとなりました。後半46分、45分プラス1。さあ0対2になりましたね。さあとりあえずまず1点です。アディショナルタイムがある間に、1ゴールでもとにかく取らないと。相手の左側を攻める。ただいまの得点はプレオベッカー浦安の得点になります。ブリオベッカーサポーターさんの声がね、大きくなってますね。さあ一旦ボールを下げる。飯島秀則が前線でためを作ろうとしていますね。飯島、荒木大輝追いかける。荒木、レフリーは早く、蹴れと、ゴールキーパー促していますね。長いボール、吉田慎也、吉田慎也選手もね、なんかコンディション良さそうですね。さあスローインが東京23 FC、 東京23 FC は吉田正樹監督、そしてブリオベッカは津波聡監督、両チームが監督が退治した最初の試合ですね。この指定対決、勝利したのはブリオベッカ浦安でした。さあ、90分が終了いたしました。勝手に実況隊がお送りする結果を見てください。マジックアンドレイド、2019年1月20日土曜日、江戸川区陸上競技場からお送りしました関東リーグ後期第2節ウエスタンスポンサードマッチ、東京23 FC 対ブリオベッカー浦安はですね、トータルスコア、0対2で勝利したのはブリオベッカー浦安の方でした。悔しい。なおブリオベッカー浦安サポーターの皆さん、本日はご来場いただき誠にありがとうございました。今年の江戸川クラシックはね、前半戦はブリオベッカの前浜でやりましてね、その時は確か2対1で勝利していますね。今節もと思ったんですが、今節は逆にブリオベッカにやられたかなと思う。残念ですね、本当に。なんかもう普通の試合に負けているちょっと悔しいですね。まあ、両チームとも特徴を出し切ってね、うまくこう得点を手繰り寄せたって感じがします。
不良劣化の先制点も、ね、なかなか、ね、難しい得点だったですね。あのゴール前のこう不安定な状況の中でよくぞこれをまあものにしたなと不良劣化のサポーターさんなら思うでしょう。まあ、東京 23FC としては、ね、得点こそ、ね、奪えなかったのが非常に残念で悔しいですけれども、あの試合の中では、ね、何個も何個もいい場面、あの攻撃にも守備にも出せたんでね、次節この、今日の試合の経験を糧にですね、またより一層、ね、いい試合になる、いいチームになるように、トレーニングしてほしいなと思います。そして今日ね、エドリックに来てくださいましたね、1503名 の、 あの観客の皆さん本当にありがとうございました。そして、マイク中でね、動画をね、見てくださった皆さん本当にありがとうございます。今日いろいろ仕事とかでね、本当はエドリックに来るつもりだったのに、これ急に来れなくなったという方がいるっていうのも聞いてます。その方にね、今日のこの、まあ、敗戦というかね、0-2 の負けがね、非常にこう選手たち頑張ったっていうのが、ね、伝わっていればいいなと実況隊として思います。選手たち今出し切って本当に得点が奪えなかったことをサポーターの皆さんに、ね、申し訳ないようなこう落胆したような気持ちで、ね、今謝って頭を下げてましたが、まあ、これもサッカーですよ本当に。そして今日勝利したね、ブリオベッカ浦安さん、本当にね、悔しいですけどおめでとうございます。特にサポーターの皆さんね、今日はビシュが飲めるでしょう。ぜひね、西葛西のね、東京 23FC の本拠地の飲み屋さんでね、たくさん飲んでってですね、せめて勝ち点は落とせなかったのでお金ぐらい落としてってくださいなって感じです。おすすめの店が必要でしたらちゃんと教えますのでね、この店で飲んでくださいってことでね、指定をしますのでね、ぜひ勝利の後のね余韻を楽しんでいっていただければと思います。さあ、これから選手が今メインスタンドに上がってくるのでね、それをお伝えしてからね、番組を終わらせましょうかなと。さあ選手たち疲れ切った表情でね、メインスタンドまで上がってくれました。それでは、まず吉田正樹監督からコメントをいただきます。今日はこんなにたくさん応援に来ていただき本当にありがとうございます。本当、まあ見ての通り0対2で負けてしまって、まあ、非常に悔しい気持ちで、まあ、いっぱいですけど、でも次またエドリックに来るときにもっともっと強くなって、そういうチームになっているようにまたここから頑張っていくので、また応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。見て、あ、いい場所ですね。今日はエドリックまで応援していただきましてありがとうございました。まあ、結果0対2という形で負けてしまいました。まあ、ここからまた成長進歩するためにもう立ち止まって決まらないので、また来週、今季第3戦となるのでしっかり切り替えて頑張っていきたいと思います。続きに応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ではこちらから退場します。今日は本当にありがとうございました。さあ、吉田正樹監督、そして石田秀則選手からね、スタンドの皆さんにスタンドに上がって直接ね、ご挨拶をさせていただいたという感じでしょうね。まあ結構チャンス作ってたんだけどね、本当になかなかサッカーって難しいですね。ブリオベッカー浦安のサポーターの皆さん、本日は本当にご来場いただきありがとうございました。今回1503人、1503名のお客様が集まったのも、ブリオベッカー浦安のサポーターの力もあると思います。またこうやって江戸川クラシコをお互い盛り上げて、JFL2 チーム昇格できるように頑張りましょう。ありがとうございました。江戸川
クラシックにふさわしいね、最後伊藤俊太選手のコメントでしたね。さあ皆さん、今日の試合ね、お楽しみいただけましたでしょうかね。本日は、はい、ウエスタンコーポレーションスペシャルマッチとなっております。ウエスタンコーポレーションの皆様、写真撮影がございますので、下に降りて来ていただければ幸いとなっております。ここから写真撮影お願いいたします。ここから、選手も、写真撮り終わった後に、さあ、場内のちょっとアナウンサー続いてますけど、会場、番組の方は続いてデモンのゲームにて、さあ、ご覧いただきました通り、本日の試合は、0対2でブルーベッカ浦安が、江戸川クラシコ選手しかしゲームになりました。得点はね、悔しすぎて覚えてないんだよな。前半は 0-0 ですね。後半35分に、ブルーベッカ浦安は富塚選手のゴールが決まりまして 0-1、 そしてその後45分プラス1だからアディショナルタイム1分通過したあたりで、23がちょっとクリアがうまくできなくてしょうがなかったな、オウンゴールということでブルーベッカ浦安が 0-2 ということで、そこで、まあ、勝負が決まったような感じでした。 0-2。まあ、僕としても、ね、ブラジルとしても本当に悔しい、一戦でした。試合の内容、試合はの結果は本当に悔しかった。ただ試合の内容は、ね、吉田正樹監督が作ろうとしてきているサッカーがやっぱりコンセプトもちゃんと見えました。いろんなところでコンビネーションができました。ただ足りないものがあるから勝てないんだと思うんですね。その足りないものは何かというのは私たち素人には分かりませんので、ぜひクラブの、ね、サッカーの専門家の方々が分析をして、で日々の練習にそれを取り組んでね、ぜひ今日よりも明日、明日よりも明後日こう成長したチームになるように、頑張ってほしいなと思います。そして今日勝利したものというのはですね、有料入場でしてお客様が1500人を超えたということで、これはもう23とブルーベッカ浦安の共に勝利ですね。江戸川クラシコという名前で皆さんがこれを面白がって遊んでくれたことです。サッカーっていうのは勝負をもちろん求めるスポーツなんですけれども、それよりもこういうね、お祭りをみんなで遊ぼうと、プレイフットボールですから、フットボールを遊ぼうという気持ちがねすごい大事で、遊ぶ気持ちがねこういう雰囲気のいいスタンドを作っていきますのでね、今日の勝者は僕は観客の皆様だと思います。そして試合を作る舞台を作ったね、選手たちスタッフの皆さんのおかげだと思います。ぜひ今日のねこの一戦がですね、未来に今後もずっと続いてですね、東東京に大きなサッカーの渦にの元になるようなね、そんな一夜になれば今日の敗戦も、明日への糧になるというふうに、なると思いますので、ぜひ皆さんね、今後ともサッカーを楽しみようではありませんかと、なんか選挙演説みたいになってきちゃったね。明日皆さん参議院選挙なんで必ず選挙行ってくださいね。さあ、今後の予定をお伝えしましょう。2019年7月28日、15時30分から、東京23 FC 対、日立ビルシステムの試合があります。関東リーグの後期第3節ですね。場所は駒沢オリンピック公園、補助競技場です。通称駒補ですね。スタンドが、ね、ないんでね、ちょっと見にくい平面的なスタジアム、スタンド陸上競技場なんですけれども、サッカー専用ですごく間近で見れますし、皆さんね、楽しく見れると思いますんで、お近くの方はね、ぜひお越しいただければと思います。駒補どうですか、配信予定は。OK ですね、はい、パルグレスさんから OK が出ましたんで、次節もね、来れる人はぜひ駒補遊びに来てください。で、来れない方は、実況隊の動画と、あとラジオでね、お楽しみいただければと思います。さあ、お送りしてきました東京23のアジア TV&レイディオも終わりの時間です。ビデオカメラのオペレート、そして、撮影ネット配信ダイジェスト編集はパラグレさんです。こっちの人です。はい、パラグレさんですね。手振ってます。そして実況 MC とツイキャスラジオのオペレートはブラジル36が担当してきました。皆さんどうもありがとうございました。The match we broadcast to you is 関東サッカーリーグ、東京23 against、ブリオベッカ浦安。The final score is 23-0 Urayasu 2. Tokyo 23 lost 3 points for today's lose. And next match will come soon. Please don't miss it and check us on Mike Ju. Thank you for watching. And you are always welcome because we are Tokyo 23 capital city in Japan. See you soon.
英語棒読みなのがバレてしまいましたね。 This is my 棒読みイングリッシュでした。また来週お会いしましょう。さようなら皆さん。 We love Tokyo 23 We love football。ありがとうございました。負けました。悔しい。やっとか。いやもう見事な。いやまだ。いやまだうち5連敗からあれだから。だけだけの。本当だよね。まあ皆さんぜひねお近くのね。あそうですね。お酒屋さんでね皆さん居酒屋さんでね飲んでってね。かつての代わりにお金落としてってください。じゃあちょっと分かって裏椅子飲むの。皆さんよろしくお願いください。ただでもまた来年になるかどうか。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや。ダイアンと電車頑張ってね。お疲れ様。シュウペイさんまたね。お疲れ様。今日は監督さんだな。インタビューね。じゃあお片付け入りますか。あ、お疲れ様。残念でしたね。そうでしたね。まさかの2失点。